こんにちは、ふみです。本日はですね、今日の23時59分までの裏4次元の探訪者星6以下強化の時空チャレンジなんですけども、先に言ってしまうとクリアしました。ありがとう。過去形ということは今日は後付け実況になるんですけども、いやブラックバードが強いんだわ。そんで前チャレンジした時はねいなかったんですけど、アヌビスを入れたらまあ結構闇を生成してくれたり、覚醒的にもね噛み合ってたりするので、アヌビスがすごい強かったです。はい、なんで、本日は後付け実況なんですけども、本当はねやりながらクリアしたかったんだけど、多分動画回したら緊張して失敗しちゃうなと思ったので、こういう形になりました。ということでパーティーを紹介していきましょう。多分まだね今見てる中でもう今日までだけど頑張ろうって人もいるので、参考になるか分かんないですけど紹介していきます。まず自分側のブラックバードはですね、スサノオミコトの学生証ですね。マコズミじゃなくてこっちをつけてます。もともとこっちの HP の方が高いのでバインドいらないしということでつけておりまして、遅延が4の HP 強化プラス、はい、そしてサブの超伝説アヌビスが超覚醒がチーム HP 強化の豪気の武器ですね。これが吸収要因として使いつつ、バインド回復の覚醒があるので、ルーレット回復役としても使ってます。で潜在がルーレット回復のあと2枠が HP 強化プラスプラスですね。チャコルが超覚醒がたこ焼きのヒシェリングで上限解放、アルラテが超覚醒超コンボ強化のイノスケの武器の上限解放、ガローが超覚醒無効貫通のデッドプールの武器で上限解放、でフレンドさんが、アマージュの武器でチーン4の神キラーですね。バッチが HP バッチですね。はい、ということで結構 HP を持ってます。もうアルラテの後ろは別にスキルは使わないんですけど、まあ、スキルと HP を盛り下がったからイノスケって感じですかね。で耐性に関しては毒だけ 80% かな、はい、なんですけど、まあなんだっけ、アストリアが毒花火とかしてくるんですが、そこだけ避けられればまあいいかなっていう感じです。ということで後付け実況を見ていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。今回後付け実況なんですけど、多分立ち回りがね後半とか特によく分かってないところもあるんで、ちょっとその辺はご了承いただきたいんですが、まずヒシリングを打ちまして、で威嚇さして、で2ターン耐久したらブラックバードが1段階変身ですね。でその前にアルラテは後ろのイノスケがたまらないように1回打っておきます。はい、1段階に変身したらあと1の時に、ガロの後ろのデッドプールがたまるので4ターン変身として片方変身して突発に感じになります。はい、まあ、最初の立ち上がりねは結構楽なんで、相当闇が欠損、まあ、欠損しても別に一発耐えれるし、この辺で事故ることはないかなと思ってますが、1階を突破して2階の一番右のさ黄色いやつの闇吸収だけちょっとしてなんですけども、はい、まあ、そこはしゃあない、2階だしまあいいでしょうということで、ここだけ捨てになります。今回は光吸収なので OK。 で指を激減されるのであれだけで返して、でしっかりチャコルがね溜まったらチャコルループを始めてください。はい、で麦の時は闇の時は全体攻撃を入れないようにっていう感じですね。で3回は豪気の武器を打ってでそのまま突破していくだけなんですけど、これ確かねこの時すげえ闇が盤面に少なくてワンパンできなかったんですけど、ここね暴気の武器3ターン吸収無効なので、まあ1回失敗してもいけちゃうよっていう強さあるね。
はい、はい、2回目で突破して4回に行きます。4回は普通に問題なくね、ワンパンできるので、エースに組んでもらってワンパンしてください。はい、このマクロノス初見殺しだけどさ、対策されちゃうとめちゃ雑魚だよな、ごめんね。はい、そしたら次が消せないんですね。消せないで、まあ、何色が来ても同じ立ち回りですけど、ロを使ってあれです、スキルダメ、あと1になるまでスキルダメ、間違えて闇に2コンボ組まないようにね、たまにやっちゃうかな、こっちコンとかで。はい、あと1になったら、ブラックバードを打って突破。 OK、ワンパーティー若干回復力が低めなので、基本的に回復残したいね、回復残したい気持ち、追いついてるときは。そうしたらちょっとやばいので、ここはまあ76とルーレットを駆使して普通に突破していくだけですね。ここは特に問題ないかな、ルーレットはすげえ邪魔ですけど、一回失敗した気がするけど、闇3コンボ組めれば確実に3コンボの全部で10コンボあれば、こう、受けるんですけど、3コンボ組んでないっていうね。組んでないね、はい、組んでないです。行きましょう。組んで、突破していきます。いいね、スパズル。これはナイスパズル。はい。はい、ありがとう。7回。7回のね、アストリアが嫌いなのよ。ピッティウスの方が楽だね、全然。ストレアね、まあ、毒花火を食らう可能性があるっていうのもあったけど、まあ、ルーレットがめんどくさい。はい、まあ、ルーレット回復できるのでいいんですけど、はい。で、2段目にルーレットしてくるので、ここは回復の列でルーレットを返していきます。毎ターン、毒目覚めかお邪魔目覚めなんだよね、してくるのが。毒目覚め、毒目覚め、毒、違う違う、毒花火か、お邪魔花火。そう。なんだけど、まあ、毒だとね、80% なんで、ちょっと邪魔っていうところですけど。はい。で、60、70% ぐらいのところから、毒をパンチすれば、1人なんで、いきます。70はちょっと持ったかもしれん。60ぐらいです。から8回はオロチ、オロチも嫌いなんだよね、オロチ。初手全ロックなので、もし闇がなかったらアルアテを使うしかなくていう感じなので、結構オロチは運ゲーが強い、運ゲー感が強い。で、本当はここエンハンス打てばよかったのに、エンハンスを打ち忘れて90盾を変えるっていうね、ところです。で、2回目は失踪したので、アルラクを使って黒いくそれから殴りに行きます。いやー、まあ、ちょっと若干ちょっと立ち回りしくてますけど、まあ勝てたのでよし。で、ここね、積んだかなと思ったんですけど、ガローがね、闇をギリギリ生成してくれたんでセーフ。まあアヌビス使ってもいけたのかなと思いますけど、はい、20盾ですけど、ガリなんで結構ダメージ入りますね。今回、ディンフティスは闇光吸収が絶対入るので、まあ、ここのターンは適当にやると。まあ、そうね、チャコルはちゃんと打っといて、闇吸収をしのいだら、違う色になったときに、で、ここは闇が、3コンボぐらいあれば多分ワンパンできますね。うん。今は水吸収。水吸収なら何も問題はありません。OK。はい、ワンパン。さあ、10回。10回はなんだ？あ、インドラか、ウリトラか。インドラの場合は、
ドロリフしてから、はい、ドロリフして殴るんですけど、結構柔らかいので、ちなみにコンボで2分ちょっとぐらいかけてきます。はい、そしたらあとはカウントダウンなので、スキルダメして突破ですね。ウリトラは確か2ターン余裕があるので、1回ガロを打って攻撃せずに一旦しのいでからブラックワードで殴って、そしたらまた回復消せないとかしてくるんだけど、ガロが戻ってきてるので、それでガロを使ってとかかな。さあ10回、ああ緑か光のやつだ、フィギュアス。緑はなんだっけ、あ、指激減だ、あれだって使います。で、4ターンあるんで、普通にスキルダメにしてもらってワンパンします。緑の方が全然楽だったかな、確か。光はルーレットしてくるし、発狂部があるからめんどくさいね。12回、あー12回、そう、11回突破するとき多分チャコル切れてると思うんですけど、使わずに12回まで待っておくとこの初手ロックを回避できるので、とても楽でした。はい、光ウィジャスだった場合ちょっと取っておけるか謎ですけど、そしたらもう盤面ゲーですね。あれだけ使ったりして回避してください。さあ、まあ、ここは回復をしっかりしながら全体攻撃で殴っていくだけですね。はい、12回は次にロックに気をつけて突破して、13が、あ、13のね、エスカマリね。エスカマリはさ、50パー以下になると、闇吸収なんで積んじゃうので、ダメージ量をね、結構調整しなきゃいけないんですよ。なんで最初、炎髪買わずに闇を2個持ちました。はい、そしたら、まあこんぐらいの削りで、もう一発2発ぐらいかなと思ってたら、アヌビスの後ろの号機が変わってたんで、グラビティ打っちゃおうって打っちゃおうっつって、半分ぐらいにしてあげて、でそっからパンパンしました。これは、まあ、運が良かったりというか、そういう立ち回りの方がいいかもしれない、このパーティー。はい、たまたまです、これ発見したの。はい、グリダンディ時女神、ここはですね、スーパンですね、闇キー吸収ですけど、まあキーありますけど、そんなに影響はない気がしました。ちょっと控えめにして、多分全力で組むと多分発狂踏むと思うので、1段目ね、さっきみたいに若干控えめにしてあげた方がいいかな。ロック食らったらラッキーで返して、そのまま突破ですね。ちょっと木があるので手はつなげました、怖いんでつなげて、あと1コンボ組めるところもちょっと外して、落ち込んなしになってるので多分大丈夫かなという感じです。 OK、 いやー、この辺からマジで緊張するんだよな。はい、ここはガローだ、初手ガローの殴っていくだけですね。ここを突入するときあれか、結構先生痛いのかな、なんでチャコル張ってるかどうか、まあ、前のターンで確認した方が良いかなと今更ですが、そしたら普通に殴っていく。で、まああ、そうだ。そう。50% を切らないように、初ターン削りたいですね。で、めちゃめちゃ、いや、そうでもないか。そうでもないわ。削り切ってもいいわ。はい。スーパンできるかなと思ったら、絶妙に削り切れなかったですけど、まあ、許してくれたんで、発狂があるかちょっと知らないんですけど、知らないんですけど、許してくれたので、3回目で突破。まあ、ジンが闇と回復と火だから結構組みやすいですね、ルーレットって。つながらないようには気をつけたいけど。はい、ミルが
50% 切らない方が楽っていうところかな。そうですね、闇の3コンボぐらいでギリギリを狙っていくスタイル。 10% 以下切っても別に大丈夫だったけどね、大丈夫なんですけど、闇の方が楽かなっていうところかな。これすごくない？これちょうど51% ぐらいじゃんみたいなだったんですけど、本来無効貫通すれば多分いけたんですけど、無効貫通分がなかったので、仕方なく50%以下まで削って、で、まあ、回復されちゃうんですけど、まあ、光に惑ってくれたんで、あとは、カウントダウン中に突破していく形です。で、1ターン目はちょっと盤面整理で回復を消したり光を消したりしました。まあちょっと余裕があるんで1ターンぐらいは定置でいいかな、分からんけど。はい、で1回目の無効貫、いやこの辺からマジでパズル緊張した。もう手が滑りそうで、手汗がすごくてめっちゃ滑りそうだった。はい、タッチペン最近使ってないな、あるけど。で、あと2なんだけど、ちょっと怖くて、もうここで君に聞きたかったので、アルラテ使いました。アルラテ、ブラックバード、アナミス、ガロー全部使ったかな。ダークを執行する、ここで別に行かなくてもいいんですけど、あと1ターンあるかな。次のターンにさ、猫缶できない盤面だったら、済むから、ちょっとここで。切っておきました。無効貫込みで闇が3ですね。そしてねじり切った。そしたら最終ボスがキミルは多分初装備かな、だったと思います。前4次元やった時はね、何ミルだったかな、忘れたけど、キミルは初対面でした。最初普通に闇吸収だったので適当にして、次も闇吸収だったので適当に耐久して、闇吸収じゃないターンに投げていきましょう。もう結構攻撃半分以上削られるんで、必ず回復をめちゃ組んでください。回復力結構渋いのでしっかりと組んでください。でチャコルは忘れずに立ってください。もう闇3コンボだった今ぐらいで、このぐらいの時かな。ルーレットだるいね。ルーレットだるいですけど、頑張ろう。あ、でもアナミスが入ってるおかげで、多分素でね、12秒ぐらいかな。もう3時間あるんで。まあまあやりやすいっちゃやりやすい。さあ、水なんで、ここで半分切りますよ。半分切った時のダメージは結構痛いです。痛いです。でもね、そう、今回復振りやすくされてるので、まあ、回復適当することはない、結構。はい、半分切りました。ダークタイム。あー、このね、暗闇目覚めがめちゃめちゃ邪魔ですけど、このパーティー10時入ってないんでしょうがない。で、ロックはあるらず、デートロ行く。はい、めっちゃ暗い、めっちゃ暗いけど頑張って回復繋がってます、繋がってますよ。危ないって、危ないよ。全然回復5万ぐらい回復しきれてないので、危ないです。ちゃんと回復しましょう。あるで下手だな、こんなに回復があるのに。闇吸収だ。闇吸収のターンはね、仕方ないね。 50% 以上戻っちゃったけど、耐久はできるんで頑張っていこう。はい、回復も分割してしっかり組みましょうね。再びの 50% 超根性で、ここからもう闇吸収が来ないことを祈りながら削っていくだけです。まあ、意外とボスは半分の発狂とかね、耐えれれば、あとはもう耐久戦なんで、パズルミスらなければ楽っていう感じはしますけど、でも水見るとかわかんないけど、戦ってないから。
はい、頑張れ。でもちょっと微妙なラインですね。この闇が乗った、闇が乗って削り切れない、削り切れないね。見るってさ、発狂あんのかな。その辺もよく分かってないんですけど、まあ、発狂来なかったんで、これで、まあ、ロックされたけど、ちょうどチャコルが帰ってきたのと、ブラックバードとガローを使って小盤面を耳と回復だけにしちゃいました。そしたら結構組みやすいんでいけると思います。いやー、クリアですよ。まあ、こんなになんか解説っぽいことしてますけど、めっちゃ時間かかりました。ありがとうございました。はい、という感じで、まあ捨てで言うと2階の闇吸収かなになると思います。それだけかな。あとはエスカ周りの立ち回りとか気をつけるっていう感じですね。なんでガロー2体いなくても、ルオーいなくても全然勝てました、私のパズル力でも。今この動画が何時に上がってるか分かんないけども、あと数時間まだ出てないよっていう方、ぜひ頑張ってください。参考になるか分かりませんが、頑張ってください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。